出た大会です。このパフォーマンスってなんと優勝しました。千葉に住んでる中、大阪まで行って出た大会です。このパフォーマンスってなんと優勝しちゃいました。ありがとうございます。失礼しました。ここからこの大会優勝したのは高2の頃、そして初めてやったのは13歳、中学1年生の頃から人前でやってます。その頃からよく同じクラスの友達に言われていたこと、こういうバランスって実は落っこちないような仕掛けがあって本当は安全なんでしょうってめっちゃ言われるんです。でもこれ全くもって見た目通りのことしかしてないですよ。自分のバランス感覚だけを頼りに体を張って命をかけて頑張ってやってます。種も仕掛けも一切ありません。種も仕掛けも一切ありません。そして、ね、応募するのに皆さんからの拍手もありませんでした。ちょっと待って、一回だけ降りてもいいですか？これ僕の一番最後のパフォーマンスで、ここで皆さんが進入しちゃったら、ちょっと僕恥ずかしい人で終わっちゃうと思うから、ちょっと待って、10秒間だけ挽回のチャンスもらってもいいですか？この雰囲気一瞬で明るくできる。マジックでお付き合いください。白い風船使っていきます。行きましょう。受け止まってます。じゃあ行きましょう。ここから風船にご注目。風船の変化が伝わった方から全員で大きな拍手お願いします。行きましょう。ここから3、2、1、皆さん拍手は全員で今お願いします。この風船です。ありがとう。待って、ちょっと今気づいたんですけど、思った以上に後ろの方お客様が増えてる。巻き返す人もいっぱいで、ありがとうございます。あのね、次は最後のパフォーマンスで終わっちゃうんです。ただ最後に使う道具見てください。この用語すごい小さいですよね。この最後のパフォーマンスどうしても遠くに見ると迫力が半分くらいになっちゃうんですよ。